ようこそ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、ソロ高額お金稼ぎクイックアップデートまとめにというわけで公式の発表が出ています。で、期間が、この5月13日から、19日となってますけども、日本時間でいうと20日の、17時か18時頃までですね。で、特殊車両ジョブが報酬2倍で、ターゲットアサルトが報酬3倍というのはクイックアップデートまとめで案内したんですけれども、その他にもビジネスバトルというのが GTA マネーと RP が報酬2倍となってます。で、やり方などをね説明していきたいと思います。またパーカーが無料で解除されていたりとか、またはねランク100以上のプレイヤーにギャラクシーのペイントの対空トレーラーのねペイント、これ解除後からされるようなので、まあこれ結構ね期日内に来てるしていないので結構遅れ目でねなってると思いますので気長に待ってください。それ以外の割引とかについてはクイックアップデートをまとめ1を、固定コメントにリンク貼っておくので、そちらの方から確認してみてください。では報酬2倍のこのビジネスバトルなんですけども、これ大体ね公開セッションとかによるとよく見かけると思うんですけれども、まずこれ条件があります。で、公開セッションっていうのは基本的に人が多いです。で、その状態から、自分がねプレイヤー、外にいる状態でアクションメニューの表示オプション、イベント、カスタムで表示にしてください。で、運良ければこのようにビジネスバトルとすぐ始まるんですけど、これ条件がありまして、まず、公開セッション以外でも可能です。フレンドセッションやクルーセッションとか招待限定セッションでもセッションに3人以上プレイヤーがいて全員がパッシブじゃない状態ですね、パッシブオフの状態で外にいるとイベントが15分に1回出現する可能性があると。で、これプレイヤーが多くなればなるほど違うねイベントとかもありますので、ビジネスバトルというのは15分に1回外に3人いる状態だと来る可能性があるというねイベントとなってます。で、マップ上にあるこの緑のやつを回収して、届けると報酬が普段よりも2倍ということになってます。では、まずねタイムトライアルソロお金稼ぎなんですが、これね、招待限定セッションなどから開始してマップの位置はここで、表示オプションのアクションメニューから、一番下のその他をカスタム表示にしてください。で、クリアしやすい車両は翔太郎や、この白鳥ドラッグで、お金がない人向け、まあ低予算でね全然クリアできるんですけど、バティ RR っていう車両がめちゃくちゃね、これ優秀なんでこれを今回使っていきます。で、乗り物で、紫のところに行き、右十字キーをしてゴール地点をマップで確認してマーカーをつけます。で、今回ね、ショートカットいくつかやっていきます。もういきなりここねずらーっとねショートカットして、あとはルート通り行き、ここもショートカットしてパシフィック銀行強盗のところを右に曲がり、途中で左に入り、さらにこのまっすぐ行ったところに発表会ができるところまで行かずにここ左に入っていきます。これよくねタイムトライアルとかでもショートカットする場所なんだけど、そこからね、右に曲がっていき、ゴール地点という感じで、じゃあ三角長押しでリスタートしていきます。バティ RR フルカスタムでねやっていきます。まあこれもしかしたらね全然ね、フルカスタムじゃないバティでもいけると思います。で、いきなりね向いてる方向こっちですね、右十字キーで開始で、下っていくんですけれども、ここちょっとぶつかんないように気をつけてください。ちょっとウィーリー気味でいくと当たんないかなと。で、車にも引かれないように注意してここの、住宅街を抜けていき、こう一気に右に曲がっていきます。で、バティ RR の場合はこれウィーリー走行ですね、左のスティックを、下に倒すとウィーリーしてスピードがアップします。で、白鳥ドラッグや、翔太郎の場合はですね、これはね左のスティック前に倒して前傾姿勢でやるとスピードがアップします。まあ、バティ RR 場合には、このね、ストレートの時だけですね、スピードアップできると。で、前かがみにすると若干それよりもちょっと遅いけどスピードアップにはなります。で、ちょっとコツとしては外から進入して内側で曲がり外で抜けるというカーブの仕方をしていくんですけれども、あとはねこれ意外と歩道の近いところとか歩道を走ると他のね車両とかに当たんないっていうねメリットもあります。ちょっと難易度上がるかもしれません。で、普通に、ね、道路の真ん中とかでもいいです。で、視点をねちょっとね高めに見ておくといいです。ここ右に曲がります。で、この後ですね登っていくときね全速力でいくと大体ぶつかっちゃいますので、ちょっと緩めたりしてください。今回ちょっと軽く接触してますけれども、倒れてはいないのでこのままね継続していきます。この辺りもね見通しが悪いんで注意です。画面の真ん中から上をよーく見ておき、
対向車とかもしくは横断する車とかは注意してください。ここ左にショートカットします。これショートカットしてルートに入り、さらにねこの先に右にそれていく道あります。これ NPC いる可能性あるので注意してください。ここですね、これ車もあって邪魔ですね。ここを登っていきます。でさらに登っていくんですけれども、今度左側に入れそうな道がね出てきます。でここでね全速力でいくと飛び越えてしまうので、軽くねジャンプっていう感じにしてください。この後まっすぐ行くと木の柵があるので、それだと転んでしまう可能性あるので、ちょっと左側に行き、この網のね柵をちょっとねぶっ倒していきます。であとはね時間が10秒くらい余ってる感じなので、余裕で行けるんじゃないかなと。まあ、全然車とかでもねクリアできる可能性あるのでね、ぜひ試してみてください。1回目の報酬は10万ドルで、2回目以降は参加費程度の1000ドルとか2000ドル程度になります。続いてなんですけれども、 RC タイムトライアルです。これは条件があって、まずね、このアリーナを持っていること、そして RC バンディートというね高級な乗り物 RC カーを持っていることが条件となりますので、これわざわざ買う必要はありません。もともと持っている人が、チャレンジするのがいいんじゃないかなと思います。でバイクとか車よりもこれ操作ちょっと難しくなりますので、逆に慣れちゃえば意外と簡単です。ではこれ右十字キーをして、スタートしていきます。でちょっとここのね、RC カーのね、レースっていうかこのタイムトライアルのねコツなんですけども、これ最初の時にね NPC 出たりします。でここ、全然ね当たり判定ないので、最初のところはね当たり判定ないので突っ切ってください。ではね、右十字キー長押しとかでリスタートです。でここら辺だとねさすがに当たり判定なので当たらないように注意です。で RC カーっていうのは全速力で曲がるとすごいねクルンクルンって回っちゃったりとか、転がっちゃったりしますので注意です。こうジャンプしたら、アクセル緩めます。でこう左に入っていきます。でこれ視点ね普通に見てるとかなり低いので、高めの視点で見るといいかもしれません。ここ左に曲がっていきます。緩めた方がいいです。でここもねジャンプしてるんですけども、ジャンプした時着地の時にアクセルはふっと離すっていう感じですかね。で曲がる前もアクセル離すと、でここ個人車両でかいの置いてると邪魔になるので注意です。この後まっすぐ行きます。でジャンプした時っていうのは着地の時にね全速力やっていくと RC カーがひっくり返ったりとかするので注意です。でこの辺りですね、ここのチェックポイントを過ぎたら、ここ、全速力でいくと絶対引っかかるので、これ緩めてください。であとはここは全速力でいけるんですが、左と右の間隔をよく見ながらまっすぐ行き、で最後左に曲がっていくので、左に曲がる前にアクセルを緩める、ちょっとブレーキする。でここをスルスルと抜けて左に曲がり、このまま右に曲がるときも1回ちょっとブレーキすると曲がりやすいです。でこの後またまっすぐ行きます。車が横断する可能性あるので注意ですね。でここでねまたジャンプが入ります。ジャンプ入ったらまたアクセルをふっと離すっていう感じです。このように突っかかる場合もあるので注意ですね。あとここですね、公園みたいなとこ入るんですけど、ここ全部ね踏む必要がなく、ここの左は行かなくてもいいみたいな感じです。ちょっとね触れる感じっていうかな、まあしっかりと踏まなくてもチェックポイントは取れます。あとはねこのまま右に曲がっていき、さらにコツなんですけれども、ここは道路に入るよりも歩道を入った方が安全です。でこのまま10秒前なので、ここもねゆっくりと曲がってまっすぐでギリギリゴールっていう感じなので、これ1回も接触しなければ多分5秒ぐらい余ります。というわけでね、最初のね報酬は10万ドル、それ以降は2000ドル程度となります。まあ、ちょうどね MC のねなんか襲われたってありますけどね、これはまあほっといて以上で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。Smoke weed every day. Hold up.